ストーンズ田中いつき、飲み込まれるようなセクシーさ、言葉の流儀明かす。6人グループ、ストーンズの田中いつきが、10月4日発売の女性グラビア週刊誌、アンアン2366号、マガジンハウス刊の表紙を飾る。思いを伝え、自分を磨くために身につけたい、言葉、にフィーチャーした、言葉の力。特集、その表紙に、ドラマ、単身花火、で禁断の四角関係を演じる田中が登場する。今年2月発売の、惹かれる気持ち、特集以来、3度目のアンアンソロ表紙登場で、前回、前々回とはまた違う、思わず飲み込まれるようなセクシーさをまとう表情を見せている。本に囲まれ活字に端的、する小説家のように繊細な表情、アメリカンな部屋でくつろぎ中に誰かからかかってきた電話に思わず緩んだ頬、気だるげに座り込んだ床からこちらへ投げかけられる目線、グラフィティやフライヤーで彩られた壁の前でのワイルドなポージング、そして、びしょ濡れの T シャツをまとってロックに暴れる体。今回のグラビアテーマは、ビジュアルで表現する文学的主人公で、すべて洋画のワンシーンのようなモチーフで田中の多面的魅力を切り取る。柔らかな素材のシャツにネクタイを身につけたシーンは、どこか中性的、大敗的で耽美な、活字に溺れる文学青年、風。本に囲まれたフローリングに寝転び、ページをもてあそんでみたり、目を閉じて思索にふけったり。打って変わって水の滴る、ピチティで激しく動き回るシーンは、さながらロックスターのよう。濡れた前髪の向こうからこちらを見つめる真剣な眼差しに、心を射抜かれること必須だ。メンバーに、ファンに、いつも的確な言葉を投げかけ、なんで気持ちがわかるの、と驚かれることも多いという田中。インタビューでは、そんな彼がこれまでの経験から培ったという、言葉の流儀に迫る。いかに言葉と真摯に向き合い、そして、使いこなすか？心を揺さぶる、刺さる言葉が生まれる秘密を解き明かしていく。次々と新しい言葉や表現が生まれているこの時代、金剛では今だからこそ心に響く言葉について考えていく。人々を魅了する発信者の言葉の選び方や、言葉の力に触れられる名作ガイドなど、様々な面から言葉の魅力に迫った一冊となる。アナウンサーの松丸裕樹に聞く心を動かす言葉の選び方、三四郎に聞くラジオでの話術のこだわりなど、著名人インタビューに加え、古典文学案内やセリフで味わう漫画ガイドも展開する。さらに、猪狩蒼弥が言葉を綴る大好評シリーズ、猪狩と言葉、ボリューム3も掲載。今回は、自ら言葉を紡いだソロ曲、東京極楽の歌詞解説で、貴重な言葉の数々は必見だ。クローズアップでは、南舞と宝塚歌劇団、戦火のグラビア&インタビューを8ピースにわたって届ける。